はい、えー。皆さん、こんにちは。まあね、うちのあの、自宅から始まってさ、自宅のね、庭で、えー、撮影してね、まあ、気軽にこう始めたこの成功哲学講座ってことで、えー、まあ、たまたまね、あの、セミナーとかでですね、えー、あの、たまに、その、なんとの、えー、不動産投資と全く違うような話をね、えー、まあ、夏休みとか、うん、春休みとか、うん、で行ってたね、えー、やつをですね、 え、気軽に始めたんですけど、なんかね、始めるとね、やっぱほら、クオリティをね、求める人いてさ、別に <laughs>、その、風の音がね、聞こえても、まあ、ちょっと勘弁していただきたいと思ってたんだけど、なんかね、やっぱり、うちの、なんとの、企画の人間からすると、ですね、えー、少しクオリティを上げた方がいいってことで、またスタジオでね、撮ってるわけですよ。ただね、これずっとやるわけじゃないんで、あの、たまにはまた、庭先でやって、風の音も入るかもしれないんで、えー、ですね、まあ、せっかくのね、いい天気だからさ、 ま、外でね、やるのもいいんじゃないかなと思ってるわけなんで、まあ、とりあえず、あの、できる限りはね、えー、スタジオで撮ろうってことで、今日はですね、えー、この、鎌倉のですね、えー、本店ですね、えー、c f ネット鎌倉本店で収録をさせていただいてます。で、今回も13回目なんだよね。で、13回目でですね、まあ、あのー、まあ、この収入を安定させ、増やそうっていうことで、えー、お話をさせていただくわけですけども、ですね、まあ、自己紹介いいか、もうね、 え、分かってると思うんだけど、分かんない人がいたらですね、一応あの CFNETS のですね、えー、グループの CEO をやってます、倉橋さんが言っています。で、まあそ、あのー、まあ、立場的にはですね、グループ企業のですね、最高責任者で、え、あとは公、えー、公益財団法人の国策研究会っていうのをですね、まあ、少し政治なんかも勉強させていただいたり、えー、今はですね、えー、三浦市のですね、えー三ね、えー、三崎という地域の地域活性化なんかもですね、えー、させていただいておりまして、 まあ僕自身ももう今ね、三崎に移って、まあ、いつものこの動画ね、まあ、今日こっから見た人は過去見てもらうと、なんとなくうちのね、えー、庭崎とか、三崎の、あのー、ミラハントのね、感覚が分かってくれるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、誠にね、えー、いい土地だなと思っていて、まあ、このコロナの関係がね、なければさ、うん、ね、最高の時期なんだけども、うんなんかさ、この、ね、えー、コロナ、 コロナ化っていうのを、そのね、ええー、まあ、いわゆる巻き込まれてさ、まあ、いろんなことになってるけど、まあ、コロナコロナって言うけど、ね、ええー、これ実はコロナのせいじゃないよね。あの、緊急事態宣言のおかげで、えー、こうなっちゃってるっていうことね。だから、うん、ある意味でですね、まあ、行動を抑制する、ね、ことによって、消費がストップしちゃったということだよね。で、これさ、なんかね、うん、戦意幹部っていろんなこと言う人いるけども、 ルールとしてさ、ま、いろいろね、えー、飲食店はさ、まあ、7時まで、ね、えーえー、酒の提供は7時まで、で、8時には閉店してください。みんな守ってんだよね。でもその守ってる中で、急に行っちゃダメだな、なっちゃうわけじゃん。まあ、ひどい政策だな、って僕は思うな。ああ、まあ、ね、その、移しちゃいけないとかわかるけれども、問題はさ、ね、えー、まあ、その、コロナの、この問題で、 ええー、一応行動宣言をして、まあ、ああ、逆に言うとね、えっ、ー、と、生では、ではさ、あの、行動宣言してないわけでしょだからこれ同時栄光でね、どっちが正しかったかってことがあ、後々分かってくると思うんだけども、まあ、これはね、結構な、ああ、混乱をきたすんじゃないのかなと思うよね。まあ、確かに医療従事者の人たちがね、あの、命がけで仕事してるってのは分かるけれども、あの、いろんな仕事でさ、みんな命がけで仕事してるのに、そこでさ、なんか行動宣言で、 えー、ストップさせちゃうのはどう、いかがなものかと思うよね。まあ、なんか、手を打ちながらさ、まあ、経済を回しながらね、え、やっていくような手をすればいいんだけども、まあ、あんまり、なんとのかな、うん、給料に影響ない人たちが、ね、いろんなこと言うけれどもさ、まあ、これ、1ヶ月、2ヶ月経ってくると大変なことなんじゃないかな、なんてことは僕は思うな。まあ、ちょっと話はそれちゃったんだけども、まあ、一応あの、ね、えー、いろんな仕事もしていてですね、 えー、まあ、あの、詳細はね、なんかこのウィキペディアっていうのにね、えー、載ってますから、まあ、よかったらこれね、えー、クラッシュ高い木ってどういうものなのかっていうことで、えー、見ていただければいいんじゃないかなと思います。あのー、この間、ちょっとね、あの、間違いがあってその訂正をね、あのー、しようと思ってさ、やったんだけど、なんか、自分じゃできないみたいなだ,、ね、<laughs> だから、一応ね、えー、どうするのかね、まあ、あのー、まあ、ほぼほぼね、間違いないことは書いてあるんだけども、これほら、いろんな人が入れて、勝手に入れてるからね、あの、 どうなのかわかんないけども、まあ、一応、あのー、ね、えー、修正は一応ね、しようかなって思ってますから、まあ、よかったらね、ぜひこちらのこのウィキペアをご覧になっていただければなと思います。で、あと c f ネッツチャンネルですね。まあ、この番組をですね、流してるのがこの c f ネッツチャンネルっていうチャンネルです。で、ここにね、やっぱあの、ポチありますので、えー、チャンネル登録をですね、必ずしてください。必ず。 ね。えー、そうすると、おまあ、この後ですね、えー、ずっと続く番組も見れるということ。あともう一つはね、この、ね、えー、あ、いいね、もう一人ね。で、最近ね、あの、コメント、あのー、なんかね、ほら、うちの社員がさ、気遣ってなんかほら、うん、ね、社長がさ、適当なこと言う、適当じゃねえな <laughs>。社長が <laughs>、なんか、好き勝手なこと言っててね、えー、いろんな人がコメントすると問題あるんじゃないかなってね、コメント欄がね、あの、閉じられてたんだよ。でも僕は別にさ、 あのー、気にもしてないから、まあ、ただ、逆にね、いろんな参考になる話もね、コメントで入れてくれてる方いるんで、まあ、ぜひね、あのー、コメント入れてくださいよ。で、いいねも押してもらいたいね。で、その、いいね、押す、逆にさ、悪いねのこっちを押すやつがいるんだよ。で、その、押すないいけどさ、なんで悪いのかね、えー、ちゃんと言わなきゃダメよ。ね、押す限りはさ、自分の自己責任に持って、えー、ちゃんとね、書き込みしないとダメですよ。で、僕はもうな。まあ、そんなことやってたり、あとね、えー、CU ネスセン、 CFNETS、えー、のセミナーチャンネルっていうのもですね、えー、やってますから。まあ、こちらはいろんなセミナー関係ですね、えー、のやつがあ出てますので、ぜひご覧になってくださいっていうことですね。で、あとね、本もいっぱい出てるんだよね。で、まあ、31冊くらい実際感じしてみたら、あのー、あるんだけども、だいぶね、えー、販売中止の本なんかも出ちゃってるんで、まあ、あのー、ぜひね、amazon.com なんかでもですね、えー、ご覧になっていただきたいなと思います。 また、ああね、Facebook ですね、えー、もうぜひね、え、友達申請してくださいということで、えー、現在、1738名、えー、ですので、まあこちらの方もね、遠慮なく、どんどん、えー、一応、友達申請してください。あの、僕のね、この番組を、ご覧になっている方が、まあ FMO カーまでね、えー、毎週木曜日朝8時 10, 10分からあ、ここが知りたい不動産っていう番組やってるんだけども、まあそこで、三ツさんっていうのと一緒にね、 えー、話をしてるんだけども。まあそういう中でね、三国さんはもう5000人くらいいるわけよ。で僕はまだ1700ゃ人だから、まあぜひね、協力するつもりでね、こちらの方も友達申請してもらえばいいんじゃないかなと思います。で、あとね、最近、あの、始めたのがあですね、インスタグラム。何がいいのか分かんないけど、まあ、インスタグラムやんないとね、あのー、なかなかあ、その数字が伸びないっていうんで、まあとりあえずね、えー、始めましたので、こちらの方のね、フォローの方もお願いしますということです。で、さて、 え、前振りが長くてね、あの、途中で、その止めちゃうやついると思うんだけども、ね、こっからが勝負なんで、ま、ぜひね、ご覧になっていただきたいなと思いますけども、まずね、お金と信用を,つを作るステップといって、えー、ま、今までもずっと話してきたんだけども、あのー、ま、このね、信用創造っていうことが一番最初なわけだよね。で、えー、実はあの、お先日ですね、えー、収録した、あ4月の29日ね、 え、に収録した、あ親子で学ぶ、お金に困らない人生設計っていうね、えー、番組を取らしてもらって、えー、セミナーね、取らせてもらって、そこでね、えー、段階を追って全部説明してるんですよ。でね、ゴール会員の方は自由に見れますから、まあ、ぜひね、えー、月1000円のゴール会員に加盟していただけば、あですね、過去の動画すべて見れますので、まあ、そっちでご覧になっていただけばいいんですけども、まあ、その中でもね、お話した内容です。 信用創造っていうこと、何かっていうとですね、まず、人はね、あの、労働領域っていうところからね、移動しないと、その労働領域にずっといることになるわけ。で労働領域っていうのはね、居心地がいいんですよ。だから、そこにずっといる形になるんだけど、どっかの段階で信用創造しないと、要するに、やはりその、お金っていうものに対して、不安な要素がいっぱい出てきますね、と。でね、 例えば、サラリーマンの人いますよね。で、サラリーマンの人で、まあ、長く勤めると、まあ、給料も上がって、スキルも上がれば、給料が上がるよね。で、個人の所得っていうものが上がってくるわけですよ。で、上がると、どういうことが起きるかっていうと、生活費を上げなければ、預貯金っていうのが出てくるわけ。収入が上がって、支出が、ね、一定であれば、あ預貯金ができますよね。 で、預貯金ができてくると、今度はですね、そこでまた、あ信用創造することによって、所得が向上する。で、えー、いわゆる、う支出を、ね、上げなければ、さらに預貯金というものが出てくるわけだね。で、この預貯金というものがですね、溜、えー、まってくると、今度はここを使ってですね、えー、まあ、お金をですね、運用しながら、あ将来のですね、えー、価値を創造するということ。で、その中ではですね、 えー、例えばあ、ねえー、将来のお金の価値、例えば今のね、預貯金が1000万だったら、その1000万に対して、さらに純資産の増加分を足すことによって、えー、さらにですね、えー、純資産が増えてくるという、ねまあ、そういうような動きになってくるわけです。で、例えば、そのね、えー、純資産の増加分というものがどうなるかというと、今度はね、純資産が高いと、 個人のサラリーマンの信用だけじゃなくて、そこにですね、また新たにですね、純資産が乗るから、信用の創造になるわけです。で、信用の創造になるとどういうことが起きるかっていうと、まあ、例えば、金融機関から融資を受けて何かをするとか、まあ、不動産投資なんかそうだよね。で、その個人の信用が、なければ、当然だけども、銀行からお金を借りることできないわけだよね。で、そういうようなことで、えー、まあ、 あさらに純資産のお増やして、えー、さらにですね、また増、えー、その純資産を増やしていく。まあそういうことによって、またさらに、えー、純資産が増えていくという。もう、えー、ここはね、えー、もうお、いわゆるう、ポジティブな、ねえー、増加分がどんどん増えてくるってことね。やっぱネガティブになるっ何かというと、稼いだお金をそのまま使ってしまうと、 ネガティブになるので、要するに資金は集まらないし、純資産も増えない。だけど、全循環でこのような形で回ってくると、ずっとその純資産が増え続けるということ。で、純資産が増えるとどうなるかっていうと、信用の創造と、要するにお金の、要するに、えー、まあ、増加分があ、いわゆるその将来の自分のね、えー、生活に対するリスクが減るということになります。 だから、まあ、これを繰り返し、繰り返しやることでですね、ええー、まあ、資産拡大の全循環が生まれるんですよってこと。だから、そこを勘違いした人いるよね、その、うん、信用創造しないまんま、いきなりね、えー、純資産増やそうみたいなことになると、今度は、まあ、乱暴な話だけどさ、なんか、ね、株式で IFX だ、いろんなことやってね、儲かりましたっていう人いるけど、その儲かった人の反対側には損した人いっぱいいるわけじゃん。で、それじゃあ、あの、結果的にはね、僕は、あんまり、 いい人生にならんじゃないんじゃないかなって思うわけ。だまずは、ねえー、自分の信用創造を作りましょうってことね。で、さらにですね、えー、事業所得ということを僕たちはやるわけ。まあ、不動産の投資を、ね、サラリーマン時代で5億円くらいやってて、まあ、今はうん、どうだろうね。会社全体で、えー、30数億円くらいは投資してるかな。で その会社に投資してるっていうことね。あ、会社が不動産に投資してるんだけど、その会社を所有してるのがまあ僕なわけじゃんっていうこと。ね。で、そうすると、この事業所得っていうことで考えたときにね、えー、まあ、ここで個人の所得の向上に合わせて、えー、今度は個人のね、源泉の給料の向上が、ああ、ね、増えてきたときにどうするかっていうと、まあ、 ここで不動産の所得が増加して、資産の向上ができたと言ったときに、この預貯金の部分をですね、と、あと、不動産を通じてできた純資産を活用して、今度はね、いろんな形で動くんだけども、この、とりあえずね、あの、これ、これを言うとね、いろいろね、皆さんか <laughs>、変なこと言われたりするんだよね。 で、まあ、うちの社員でも、なんかそういうね、えー、変な誤解するやついるんだけども、いいもともと、ね、世の中っていうのは、ね、えー、この階層レベルっていうのは存在するわけよ。だから、そこの階層レベルってことを意識しないとダメよ。だから、なんか知らないけど、その階層レベルが、あのー、ね、それほど行ってない。まあ、先ほどのように、信用創造ができてないまんま、そこにいるとするよね。そうするとお、これはね、資金とか資産も増えないわけ。 で、えー、まず、このね、えー、富裕層レベルの人っているよね。で、これは、まあ、会社の経営者、まあ、僕なんかも、まあ、富裕層かどうかわかんないけど、まあ、会社の経営者だよな。で、あとは、資産家とかさ、投資で成功した人なんかは、ああ、A ランクレベル、ね、大体世の中に5%って言われてる。で、その他に、所得の安定的な人たちね、まあ、会社役員の人とか、まあ、不動産投資でね、えー、顧客層なんかはね、下手するともう、 え、家賃収入だけで1億円くらいある人なんか、いくらでもいるから、まあそういう人になると、まあ20%のね、人だよね。で、その他75%は一般の人たちなんだよ。で、ここからどっかで脱皮したいと、ね、要するになかなか、その、安定的なレベルにならないよっていうことね。で、サラリーマンの人でね、あの、これを聞いて、あ、そうなんだ。で、じゃあ、そっちを目指そうぜって。 いうのか、なんか、ね、あの、そ、そんな理論を勝手に決めてさ、ね、私たちをバカにしてるのか、みたいな人も出てくるよね。で、このね、私たちをバカにしてるのかって言ったら、もう向上心ないのと一緒。ね、僕は、若い時から、あもう階層レベルよく理解してるから、まあ、かりやすくいうちの親父なんか公務員だからね。<laughs> 公務員ってさ、階層レベルはっきりしてんじゃん。ね、で、まあ、ひどい話だけど、ね、あの、上級公務員試験受かっただけでさ、 いきなりもう人生全く違うわけだよな公務員の世界では。で、いうような階層レベルってのが出ちゃうわけ。で、それがね、正しい正しくないは別として、で、一般社会の中では、要するに、その公務員とは違う、また理屈のある階層レベルって出てくるわけ。で、その中でね、まあ、ね、この先ほどの富裕層レベルの人、ね、あとは、所得の安定している人たち、まあ、この25%をね、まあ僕ができたら目指した方がいいんじゃないかなと思うわけ。 で、もう一つはさ、この75%の中にも、ね、一般庶民レベル。まあ、庶民って言ったらいいかもしれないけど、ね、えー、一般の人たちね。で、その中に、いいまあ,あ、当然ここにまた会社の上,上層部の人と中間管理職とかいるよね。あと一般のサラリーマンの人とか、あと自営業者の人たちがいるよね。で、あとは生活困窮者の人たちもいるわけじゃん。で、そういうね、この75%の中でも、やっぱり上を目指すっていうこと。ね。で、それは、 あの、目指さなきゃ僕はいけないなと思うんだけども、どっかの段階で、ね、その競争の原理がどうだこうだ、ね、始まって変な教育しちゃったから、目指さない人ばっかりになっちゃったわけじゃん。だから、今ね、日本の企業が弱体化してる理由ってそこですよ。ね、だって別に、ね、賃貸でいいんだ、ね、 別に生活できれば、ね、給料なんか少なくていいんだ、言って、ね、で、人ばっかり批判して、いろんなことやって、ね、それで、自分たちの生活全然向上しないけど、それは社会のせいだ、ね、なんかのせいだ、もうみんな言ってるわけじゃん。で、その、なんかのせいにする人たち、ね、で、自分の自己責任を負えない人たちが、いっぱいいるわけ。で、僕のこのね、あの、ええ、まあ、動画ね、YouTube で。 これ押しやすみんなするんだよ。<laughs> ね、だから押しちゃダメだよ。わ <laughs> かる <laughs> ね。そういうことをね、してる間はダメでしょってこと。ね。あとはフェイスブックとかさ、なんかいろいろね、あのー、見てると、人を非難するね、こと書き込んでみたり、あとはなんか、正義感ぶっちゃってる人いるじゃん。ね。で、それは、ね、やっちゃいけないことなんだよ。わかるなんでかというと、自分の精神状態を麻痺させちゃうわけ。で、変なね、正義感を持って生きていこうと思っちゃダメですよ。 ね、やっぱり自分がどの位置にいてどういう形でやってるのかっていうことを、まずさ、自分で考えて行動しないと、俺はダメだと思うんだよね。えー、って思うわけ。でさ、あのー、次にね、えー、今までのちょっとおさらいをね、もう一度させてもらおうと思うんだけども、あ、ちょっとね、<laughs> 時間的にまた、ね、来、えー、ちゃったから、次に回しますよ。ね、えー、コツコツと細かいところをね、やってんだけど、あのー、ね、えー、次のステップで、 えー、とりあえず今までのことのね、おさらいをしていこうと思うわけ。で、こうやってね、図にしてみると分かりやすいじゃん。で、ね、で、えー、まあ僕はあの、うね、庭先とかさ、まあ自分の自宅でやるときはこうモニターないんだけど、まあこういうモニターになってみるとさ、言ってることをだいぶ理解できると思うんだよな。ぜひね、ちょっとこのシリーズは、ね、最初から見ていて、まあ、ダブってることはあんまり言ってないと思うけど、要するに過去からね、遡って、えー、今のこの段階まで来ると、あ ブラーシー言ってること、こういうことなんだって分かるようになるから、まあ、ぜひね、えー、そこをね、えー、見ていただきたいなと思います。で、次回はちょっとそのね、えー、流れをもう一度おさらいとして、えー、お話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。